いやー、突然ね、任天堂スイッチオンラインにね、このゲームが出たんですよ。びっくりするぐらいやったわ、子供の時。超やった。こちらゲームボーイカラーのポケモンカード GB でございます。子供の頃ね、実際にカードゲームというか、本当のカードゲームをやってたんだけど、ルールもね、おぼろげの中やってたんだけど、このポケモンカード GB ってね、ルールを覚えて、普通にね、ポケモン本編ぐらいね、これも面白かったんですよね。なんでちょっと久々にやってみたい。懐かしすぎる。今もね、ポケモンカードは社会現象になってますけど、このパック第1弾、第2弾、ジャングル第3弾、化石の秘密懐かしい耐火スプレーミュウはい。懐かしいマジで懐かしいのよ。マジで誰なんだお前っていう主人公がね、主人公のゲームなんですけども、これがちゃんとね本編ぐらい面白くてよく作られてたのよ。なんだけどめっちゃ投げ売りされてて、なんか新品500円ぐらいで買えたんだよね。だからあんまゲーム買ってもらえなかった俺も持ってたんですけども、最初からこのねバンダナがかっこいいと思う時代だよね。俺バンダナにめちゃくちゃ憧れてたから。魔法陣ぐるぐるも好きだったし。あなたの名前はちょっとこれやってみましょうか。やだな、こんなもう夢のある感じでねポケモンカードやってたのに、今やもうポケモンカードなんかマネーゲームになってるもんな。ちょっとやる気なくなっちゃうんだよな。もちろん価値のあるカードがね、いやレアカードとかそういうのは好きなんですけども、ちょっと行き過ぎてるよな。レトルトはポケモンが大好きです。ありがとうございます。正解です。最近ポケモンカードを集めるのに夢中です。この感じだとポケモンは現実にいない世界で、世界観で、まあ俺たちと同じなのかな、世界観は。ある日レトルトはこんな噂を耳にしました。4人のグランドマスターが持つ伝説のポケモンカード。この伝説のポケモンカードもなんかちょっと普通だったらさ、まあサンダー、ファイヤー、フリーザー、この3つじゃん。で、このゲームにおいてなんかこの3つになんか足されてんだよな。なんかバランスがすごく悪かったみたいなイメージある。ウィンディーだったっけな、なんだっけな、そこにミュウツーとか入っちゃってんのかな。それをポケモンカードゲームの最も強いものが持つカード、はい、そしてグランドマスターたちはカードを継ぐものを探していると。あれなのかな、引退しようとしてんのかな。もう俺カードやめるからさ、もう俺のカードをね、受け継いでくれるやつ探してんだけどみたいな。引退かな、メルカリで売っちゃっていいんじゃないかな。ねえ、カードキングダム売っちゃえよ。どうしても伝説のポケモンカードが欲しくなったレトルトはポケモンカードゲームの研究者ドクター大山を訪ねました。懐かしい、誰だよ。どうで、このドットのさ、このドットの感じはこの初代というかな、この研究所の感じとかも同じなのよね。そこもちょっと楽しいんだよね。おー、レトルトではないか。どうしたのかね、そんなに慌てて。何？ポケモンカードの遊び方を教えてほしいじゃと？昔と今じゃちょっとルールも違うだろうからな。ようやくお前もカードで遊びたくなったようじゃな。カードは、待って、ようやくは遊びたくなったようじゃなって、俺、まだカードやってなかったんかい、お前。ただ集めてただけなんかい。バトルしてなかったのか、お前。カードは集めるのより遊ぶ方がずっと楽しいぞ。いや、俺は集める方が好き。まあ、対戦も楽しいですけど、ポケモンカード。普通に、なんかファイリングしたりとかね、揃えて、それをいいカードをなんかこう、額じゃないけど、そういうのに入れてね、飾るっていう行為も俺は結構好きなわけですよ。まずは練習用のデッキでやってみるといいじゃろう。このデッキをお前に貸そう。あとは相手じゃな。俺はあれか、レンタルデッキなのかな。おい、ミカサくん、ちょっと相手をしてやっとくれ。左にいるやつか。はい。はい、ドクター大山。よろしく、レトルトくん。ミカサ、これが俺の一番初めの相手ってわけだな。ボコボコにしたろ。さあ、実際にやってみよう。こう展開早いね。昔のゲームって展開早いよな。今のね、ゲームってもっとチュートリアルとかすっげえ長かったりするからさ。これレトルト、早くこっちじゃ。はーい、勝手に動いてます。まずは基本的なことをミカサ君に聞いてみるんじゃ。それじゃレトルト君、何を聞きたいんだい。
まあいろいろありますけども、まあ簡単には聞いていこうか。かいつまんで。あ、ポケモン何かするにはエネルギーが必要なんだ。ポケモンカードっていうのは、まあ言えば、あのモンスターカード以外にエネルギーカードみたいなのがあるんですよね。水エネルギーとか雷エネルギーとか。で、技を出すためには、まあそのエネルギーカードをつけなきゃダメってことなんだよな。はい、技も使えないし、バトル場から逃げることもできない。まあ、いわば交換とかするときも、ポケモンってやっぱ、現実の、リアルのポケモンもね、交換するわけじゃないですか。それも逃げ、その場の交換も、まあ、その、エネルギーがついてないとダメってことですよね。エネルギーの種類は、草、炎、水、雷、超、塔、無の7つ。今は悪とか、フェアリーとかありますね。ポケモンによって必要とするエネルギーは違うんだ。おい、どのポケモンにどのエネルギーが必要か覚えておこう。だからエネルギーカードが統一してた方がいいから、雷デッキとか、まあ、エスパーデッキとか、そういう感じにね、分けた方がいいんですよね。まあ、技。ポケモン技を使うことで相手のポケモンを攻撃できる。技を使うにはエネルギーが必要なんだ。アズマオの滝登りなら、必要なエネルギーは水と無色。あれ、無色っていうね、ノーマルなんだよね。だから、無色は何でも代用効くので、水2個とか、水炎とかでも出せるってことだね。だから2枚、エネルギーカードが、アズマオについてないと出せないってことなんですよね。はい。まあ、ミカサが説明してくれますね。まあ、入れ替えるときは逃げると。進化する。これも一応聞いとこうか。ポケモンカードは種ポケモン。1進化、2進化の3つがある。まあ、不思議種とか、ガルーラは種ポケモンですよね。第一進化というか。一番初めなので。はい。ゼニガメ、カメエル、カメックス。いずれも場に出せるのは種ポケモンだけなんだ。一番初めに出すのは種ポケモンなんですよね。ただ今はちょっとね、もう、なんか、なんだろう。もう最終進化、リザードン EX とか出てて、もう初めから出せる、まあ二進化ポケモンがいたりするんですけども、まあそれはちょっと別件。この時代にはない。はい。まあ重ねていこうってことだね。で、順番にやっていこうって。特殊能力を使う。ポケモンの中には特殊能力を持っているのがいる。特殊能力は場に出るだけで効果があるものや、その特殊能力を使わないと効果がないものもある。特殊能力使うには特殊コマンドを使うんだ。ちゃんと使うってのがあるんだね。はーい。やっちゃうか！まあ、基本的には、サイドカードっていうのがポケモンカードにはあって、それがもうライフポイントなんだよね。だから、その6枚、それぞれサイドカードがあって、相手のポケモンを、まあ、気絶させることによって、サイドカード1枚ずつ取っていくんで、まあ、6匹気絶させたら終わりっていうのがポケモンカードですね。はい、聞くことない！なんとなくわかるっしょ！昔、もう20年以上前だけど、やってましたし、今もポケモンカードやり方わかります。では、習うより慣れろじゃ！お前は初めてじゃから、まずは手順を覚えるんじゃ。ああ、アドバイス。わしの言う通りにしなければ先には進まがら、ああ、できですか。説明書を見ながらやってみると分かりやすいじゃろ。練習の開始じゃ。優しそう。めちゃくちゃ優しそう。世界一優しい人だろう。ミカサの練習デッキ。わざと負けてくれるもん、この人、絶対。練習なら山札を切りません。手札は7枚なわけですね。はい。デッキ切れになっても負けです。バトル場に出す種ポケモン選んでください。手札を7枚引いたら対戦の準備。バトル場にセットするポケモンを手札から選ぶんじゃ。まあ、この中だと、トサキントとヒトデマン出せるよね。種ポケモンなんで。うん。トサキントセットするらしいです。この絵もいいよな。実際のポケモンカードにある絵なんだよな。で、実際進化できるよね。アズマオがいるから。トサキント出しまーす。トサキント、トサキント、トサキント、トサキン。で、ベンチっていう、まあ、控えポケモンも出せるんだけど、まあ、これも種ポケモンですよね。はい。人手マンですよね。ヘア！レベル15と書いてあるけど、あんまこれ関係ないっす。普通に関係ないっす。で、B をして終わりと。はい。サイドカードセットします。お互いにサイドカード2枚セットします。あ、これライフなんですけども、まあ普通は6枚なんだけど、今回は2枚。まあ 2ライフで勝負ってことだよな。で、先行後攻は、あれです。あー、このピカチュウのやつ持ってたよ。ラッキーのやつとかあったよね。一番初めはラッキーのこの、コインが入ってんだよな。スターターデッキに。はい。で、1枚ドロー。水エネルギーを引きましたと。
ポケモンが技を使うにはエネルギーが必要なんじゃ。メニューの手札を選択、水エネルギーを選ぶんじゃ。はい、まあ、土佐ヒントに水エネルギーをつけろと。で、最後に技を使って攻撃じゃ。初めのターンって攻撃できるんだ。メニューの技を選んで角でつくで攻撃。はい、じゃあ手札の中から水エネルギーを出しますと。で、土佐ヒントにつけます。で、土佐ヒントの、ちょっと調べていいですか。土佐ヒントの自分の場の土佐ヒントちょっと見ていいですか。角でつくを、水エネルギー1個で、できるってことですね。で、10ダメージと。めちゃくちゃ、弱いな、10ダメージは。で、技の角でつくを腕力にしますと。腕力レベル2じゃ10ダメージを受けたと。で、腕力のヒットポイントは、あの、丸のとこであるので、まあ、50ってことだね、5個あるので。で、土佐金太はヒットポイント40ですね。はい。で、弱点とかもあるんだよね。まあ、それはまだ気にしなくていい。はい、投エネルギーをつけたと。はい、桁繰り。いてぇ、なんか負けそうなんですけど。ただ俺にアズマ王がいる。このままだと土佐金太がやられてしまうので進化してみよう。手札にあるアズマ王を土佐金太につけて進化じゃ。ヒットポイントも上がるんだよな。アズマ王の滝登りを使うエネルギーが足りない。あ、さっきこれ学んだよね。水エネルギーと無色エネルギーなので、超エネルギーっていうのをつけて、技を使えるようになると。手札のアズマ王を土佐キントにつけると。ちょっと土佐キントじゃないわ。アズマ王見ていいですか？特殊能力とかあるんですかね。あ、滝登りは30ダメージ使えるわけだね。で、逃げるって書いてるじゃん。これは、場から別の場に、別のポケモンと入れ替えるときに、1個エネルギーを、まあ、捨てなきゃ、まあ、剥がさなきゃ逃げられないよってことだね。で、弱点ですね。雷食らうと倍食らいますってことだね。まあ、簡単ですよね、意外と。で、技の、あ、じゃあ、つけなきゃいけないわ。この超エネルギーを、アズマ王につけますと。で、技の滝登りを食らわします。それでも倒せないもんな。はい、懐かしいな。早く自由に戦いてよ。ミカサさん優しいから、俺のポケモン倒さないようにしてくれてるかな。今2体倒せば終わりだからね。後ろのポケモンを育ててますね。はい、進化させた方が強くなるから、この場合はもうどんどん進化させた方がいいんだよな。はい、つい、アズマ王はいいから、控えのポケモンに水エネルギーをつけろと。で、腕力の残り1ポイントは1ポイント、10なので、角でつくで攻撃で十分と。別に普通に強いやつ使ってもいいんだけどね。はい、サイド1枚引くと。まあ、本当に、激レースだな。水エネルギーを人手間につけてあげますと。技の角でつくを腕力につけると。まあ、腕力に食らわすと。で、腕力が気絶したので、はい、サイドカード取ると。で、サイドカードは手札に加えられるのでね、今めくったのが水エネルギーだったってことですよね。もう相手コラットだから俺勝ったわ。あー、ラッタになった！やられるかも！あ、ラッタの技は？噛みつく！レベル41だよ。20、ギリ生きてます。ちょっとまずいですよ。最後これで、俺負けるようになってたらどうしよう。自分の場にポケモンが1匹もいなくなると負けになるんじゃ。スリープを出しておこう。スリープに水ネギをつけて技の準備じゃ。滝登りで攻撃じゃ。まあ一応これ控えは出しといた方がいいと。で、水エネルギーをスリープにもつけておくと。スリーパーとか出んのかな。で、滝登りをラッタにすると。でもこれ控えのポケモンあんま強くないから、これちょっとピンチっちゃピンチよ。俺もサイド取られちゃうわけだし。なんかどんどん強くなっていくよ。噛みつく。ああ、気絶しちゃった。やばいやばいやばい。相手の方が有利だけど大丈夫？気絶したポケモンの代わりにベンチのポケモンを出すんじゃ。スリープが人手間を出すと。でも一体やられたら終わりだからね。この時セレクトボタンで様々な情報を確認。手札や場の状態を確認するのは大切。セレクトで確認できるんだ。今場の状態こうやって見れんだね。人手間は平手打ちっていう20の技ができるんだ。結構強いね。スリープは？待て待て、そうじゃないの。そう、ごめんね。そうじゃないのよ。まあ、人手間選んで、じゃあ。はい。
はい、山札引いて傷薬、いいね。人手間はスターメンに進化することができる。スターメンに進化した時の技の準備をしておこう。スターメン引くとは限らんだろう。水エネルギーをつけろ、平手打ちしろってことですね。手札の水エネルギーを人手間につける。でしかもアイテムもこの傷薬とかもあるのもいいよね。これでバーが見れんのか。スリープ、怪しい光とかあるんだな。はいはいはい。じゃあ技の平手打ちで20暮らしとこう。でももう倒したら終わりだからね、ラッターを一匹サイド取ってるから。はい、ワンリキをベンチに出す。でワンリキを育ててますね。ラッター逃げた。おーい、やるね。やられそうだから逃げたんだ。意外と賢いな。ミカさんこうあんな優しい顔して最終的に勝とうとしてない？ここはトレーナーカードで一手間を回復じゃ。傷薬を使うのじゃ。スターミーの進化の準備じゃ。水エネルギーをつけるんじゃ。平手打ちでこうして終わりじゃ。はいはいはい。じゃあこれ傷薬使おうと。やられちゃうもんね、このままだと。まあ、40の技とかやられたらもう一発で終わりですけども。手札の水エネルギーを人手間にもう一個つけとくと。スターミー来る待ちだな。で、平手打ちでワンリキーに恋しておきますよと。はいはいはい。いやー面白いね。ちゃんとよくできてるよな、本当に。この時代の方が好きって人はいっぱいいるわけですよ。遊戯王カードもそうですけど、遊戯王カードもちょっとややこしすぎて、昔の方が好きなんですよね。スターミー引いたー。さあ、ついに待ちに待っていたスターミーを引いたぞ。これ強かった記憶ある。子供の時に。今までつけておいたエネルギーで技スターフリーズが使えるぞ。スターミーの技スターフリーズで攻撃じゃ。これで勝ちってわけだ。ちょっと待って、スターフリーズ。これスターフリーズは何ができんの？あ、自己再生は水エネルギーを1枚剥がして、自分に乗っているダメージカウントは全て取り除くだって。これすごいね。で、最後、もう一個の技はコインを投げて表なら相手を麻痺状態にできるってことだな。じゃスターミーを出します。ヒットポイントもめちゃくちゃあります。じゃあ、スターフリーズ20。あ、でもこれじゃダメだな。一発倒せないんだな。で、表だったら相手は次のターン行動できないとかがありますね。はい。逃げなきゃ多分ダメみたいなやつだな。はい。おお、ミカサ終わったな。鬼のような顔せんだろうな。終わった。あいつは終わりました。麻痺が解けました。あいつは終わったわ。これでとどめじゃ。スターフリーズじゃ。はい、サイドカード引いて終わりと。はいはい、オッケーオッケー。で、これ麻痺とか関係ないです。あ、毎回表出ます。はーい、倒しました。ミカサ多分ちょっと下打ちしてるよ。実は勝ちたい気持ちあったもん、絶対。はい、サイド取って終わりと。はい、いやー、自分のデッキ作りたいな。ミカサとの対戦に勝った。負け。多分ちょっと怒ってるよ。ブチ切れてるよ。だいたいこんな感じで対戦するのがポケモンカードじゃ。相手のポケモンをサイドカードの数だけ倒すゲームなんじゃ。簡単に説明すればこういうことじゃな。もし分からなくなったらミカサ君に相談するんじゃ。はい、もう大丈夫です。任して。他の戦い方もあるからな。普通に対戦試すといい。で、勝ったらねパックもらえたりもするんだよな。さて、お前のデッキを作ろうか。カードは持ってきておるな。俺のデッキもあんのか。はい、作ってくれんのかな。これにわしのカードを少し混ぜてやるとするか。お、あれです、ガンバリーリエ入れてください。ガンバリーリエとアセロラとかレアなカードいっぱい入れちゃってください。さて、レトルトはどんなデッキが欲しいのじゃ。エクバリーリエもお願いします。欲しいデッキを選んでください。あー、人影と友達デッキ、ゼニガメと友達デッキ、不思議タネと友達デッキ。やっぱね、ああポケモンカードといえばあのリザードみたいな印象あるんですよ。まあ、全部好きだったけど、このカメックスの雨乞いとかみんな好きだったけど、やっぱあのイメージが強いから人影にしようか。はい、余ったカードは返すぞ。ありがとう。30枚がデッキなんだね。あとは様々な人と対戦することじゃ。カードクラブへ行くといい。いろんなやつが遊んでおるからの。カード集めて新しいデッキを作るのじゃ。俺も自信満々だから行くわ。行けると思う。あー、なるほど。いろいろあるね。
チャレンジホール。ハテナハテナの家。誰の家だこれ。じゃ、バトルクラブ行ってみようか。ほい。あ、ライバルか？なんか髪の毛、ツンツンだったぞ。ランド。このクラブも大したことねえな。まずはバトルメダルゲットだ。これなら伝説のポケモンカードはすぐにこのランド様のものだぜ。今戦うのやだな。お、あ、友達なの？なんだ、レドルトじゃねえか。どうしたんだ？あ、デッキじゃねえか。もしかしてお前、伝説のカードを狙ってんのか？はい。かぁ、信じられないぜ。お前が伝説のポケモンカードを？はははは、笑っちゃうぜ。いいか、よく聞けよ。このランド様が教えてやるぜ。この時代のライバルってなんで自分のことを様って言うんだろうな。グリーン様とかさ。伝説のポケモンカードを手に入れるにはな、8つのクラブのマスターと対戦して、勝ち抜き8枚のメダルを手に入れ、さらにポケモンドームにいる4人のグランドマスターと対戦して、その4人全員に勝たなくちゃならないんだぞ。お前には無理無理。帰って寝た方がいいぜ。何しろ伝説のポケモンカードは俺様のものになるんだからな。俺様はもう1枚目のメダルを手に入れたぜ。それじゃあレトルト。よかった、バトルにならなくて。大丈夫か、いきなり事務戦みたいな言って。受付、格闘ポケモンカードを使って戦っています。道場では正々堂々と勝負しましょうね。大丈夫かな、どっち行けばいいのかな。あ、こっちは道場、この人たちは、うん、あ、集める方が好き。パラセクト持ってないかね。譲るだけ、譲るだけってひどいな。ただでくれっつってんなこいつ。私ももう少し若けりゃ。いや、できるよ、おじいちゃんおばあちゃんにもさ。グランドマスターで一番強いの誰かって言ってたんだ。俺はやっぱりスティーブだと思うんだけどな。サンダー使いそう。このゲームね、サンダーが一番強いんですよ、やっぱイメージ的には。グランドマスター竜道。なるほど。じゃあ行ってみるか。いけるっしょ。え、いきなりグランドマスター、え、なんかこういうザコいないの？あ、なんかさ、ジムリーダーの横にいるザコみたいな。大丈夫かな。俺がバトルクラブのマスター山口だ。普通の名前。言っておくか、俺は強い。どうしても俺と対戦したければ俺の弟子たちを倒してこい。俺の弟子は他のクラブに修行に行ってる。弟子は 3人全て倒してこい。やっぱダメなんだ。弟子ってどこにいんの？他のクラブに行ってる。エレキクラブとかのザコみたいなとこにいんのかな。こいつはあれだよな。うん、いいやつ。うん、確実に、エレブの35。エレブを交換したいんだな。持ってねえからな。他のやつどこにいんだよ。キラキラのカードだったら私すごく幸せだわ。俺も。キラキラのカードがやっぱいいよな。あの、デッキのレアリティ最高にするみたいなさ、ことやってたもん、俺。もう、ね、典型的なことやってましたもん。ああ！達郎、俺はストーンクラブに修行に来たんだ。でも、山口さんに言われたからお前を先に倒してやるぞ。やってやろうじゃねえか、達郎！サイドカード4枚の1回戦だ。おお、さっき2枚だったけど、4つのやつ倒さなきゃいけないんだな。たけしに憧れてる少年来たね。力任せデッキ。もうダメだな、お前は。さあ、勝てるか？古の記憶と、今のバトルの知恵と、ポケモンへの愛で、勝ちます。達郎！もう手札に種ポケモンないって、引き悪いじゃねえか。あー、これもう終わったな。うん、これ、突き直しだと俺1枚引けるんだぞ、今のルールだとさ。ずりーぞ、達郎。はい。あ、ニャースなんて入ってんだ。かわいいカード入ってんね。雷エネルギー、大丈夫かな。ちょっと待って、見たい。糖エネルギーがないとできないわけですよ。あ、でも糖エネルギーあるな。あー、これ最高のカード、博士のカード。大丈夫かな、もう一回ちょっと見ていい？穴掘りで10ダメージか。糖エネルギー2枚あったらつけて次の強い技できるんだけども、調べる。猫パンチ、猫パンチはあれだな、20ダメージってことか、絶対に。あー、やっぱリグダかな。リグダ出して、まあ、ニャースも出しとこうか、一応。うん。ギザードンは強いですよ、これ。エナジーバーンとか、あと炎の渦とかありますからね。100ダメージだから、もう絶対倒せるからね。で、
特殊能力、これはもう特性だね。自分の番の中で何度でも使える。このカードについてる全てのエネルギーは炎エネルギーになり、自分の番の終わりに元に戻る。このカードが眠り、麻痺、混乱状態の時この力使います。つまり別の炎エネルギーが必要なんだけども、技出すのに本来は。ただまあ糖エネルギーとか雷エネルギーとかでも炎エネルギー扱いになるってことだね。あー、これ100ダメージ食らわすには2枚エネルギーをトラッシュしなきゃ出せないんだな。やっぱ強いからあれなんだわけですね。さあ勝てるか。あんま手札がいいとは思えない。というかデッキが良くないのかもしれない。よし、表。はい、俺の番です。雷エネルギー、まあまあまあまだいいだろう。とりあえず糖エネルギーをディグダにつけます。で、手札はあんまいいのない。じゃあ穴の掘るで、向こうのニャースと俺のニャース違うね。やばいな、5回超えしないと。あー、弱点だ。そっか、糖。なんかね、このゲームってノーマルポケモンって格闘ポケモン、格闘技に弱いんですよ、倍なんですよ。でもなんかちょっと大まかに分けられてて、地面ポケモンも糖エネルギー、糖タイプというか格闘タイプ扱いになってんだよね。あー、めっちゃ良かった。じゃあこれすごいいい判断だったな。あ、まさき、なんかあれだよ、2枚ドロー、単純に強欲なツボ、めっちゃ強い。手札ドローしまくれんだよね。うわー、ケンタロス出してる。めちゃくちゃいいポケモン出すじゃん。うわー、やばいやばい。うわー、無色2個エネルギー、これ子供の時憧れだった。あんま手に入んないのよ。猫2個マン、コインを投げて表なら山札からカード1枚引いて手札に加える。まあでも2個で10ダメージだから、そんな簡単にやられることはないな。うん、やめろ。くそ、達郎運いいじゃねえか。力任せやろうがよ、絶対負けねえぞ俺は。あ、ライチュウ、でもライチュウじゃダメ。あー、本当だったら泥かけ30やったらもう一発で倒せるんだけど、糖エネルギーがないでやんすので、とりあえず雷エネルギーを後ろのニャースにつけとこうか。待って、セレクトで場を見れんだよな。でニャースは2個で猫パンチ、はいはいはい。じゃあまあ仕方ないので、まあダメージも倍なので、穴を掘るをニャースに食らわします。糖エネルギー引いてたらニャース倒せたんだけどね。で、次猫にコマンされたら、うわー、やりやがったな、ペルシアに。 うわー、終わったな。次の相手の番、この技を受けた相手がこのカードに与えるダメージはマイナス10される。強っ。いやー、終わる、終わるぞ、皆の銃、俺は終わってしまう。ニャースしかない。てかもうニャースやられたら終わりじゃん。ニャースのヒットポイントはポニータ、いいね。ニャースヒットポイントはどうやらあるようだな。猫パンチは、あー、ごめん間違えた。猫パンチは20ダメージを強制的に食らわすわけか、強制というか。やばいぞこれ。とりあえずポニータ出さなきゃな。で、ポニータの30か、2個つけなきゃダメだな。ちょっとこれ手札事故ってるぞ普通に。ねえ、あんま強いというか。とりあえずニャースに2個つけて、傷薬もあるので、傷薬は20回復だね。だから相手攻撃されても次のターンではやられることはないかな、一応ね。猫パンチしまーす。はい。で、これ誰に食らうか分かんないのよ。後ろのやつにも逆に食らわすことができる。まあ、ペルシアンは倒せないけど、まあいいでしょう。万力につけた。噛みつく。はい、30。本来なら次やられるけど、傷薬がある。時短、うわ、糖エネルギーか。手札の、このエネルギー全然いかないんだけど。どうなっとんねん、やられてまうわい。仕方ない、糖エネルギーをポニータにつけるしかない。技でペルシアンにダメージを与えたら20が10になっちゃうね。さっきの技の反動があるから、いろんなやつにまあ食らわす形になる。腕力にいろいろ食らわしていく。
これが後々に聞きたいけど、後々がそもそも存在するかわからない。育ってるしな、逆にこっち弱点だしな、逆に今度はね。はい、なんか引けー、ガーディー。いや、エネルギー欲しい。あ、しまったしまった、もう技やっちゃった。あ、でも倒せてない、倒せないか、50あんのか。やばいよこれ、やばいよ。マサルさんだよ今、ケンタロスにつけた。あーにゃせられましたね、親にやられた。こんなはずではなかったのに、もっとなんかいろいろ倒すべきなのかな。こいつちょっと初めからはちょっときついのかもしれんな。ここにいた。はい、1枚。あ、やっと炎エネルギー引いてくれた。今技出すには蹴飛ばすが20でできる。あー、炎の尻尾だったら倒せるのかな、うん、倒せんだけど、手札のガーディちょっと調べていい？炎が20か。とりあえずガーディを出す。炎エネルギーをポニータにつける。で、技蹴飛ばすをとりあえずやる。きついなぁ。マジできついなぁ。次ダメージ食らうもんなぁ。ギャロップ引いてくれたら、でもエネルギーも足りないんだよなぁ。プラスパワー！うわぁ！このカードは相手の対戦ポケモンにつけて使い、あなたの対戦ポケモンに使い、トラッシュ、終わったらトラッシュする。プラス10ダメージにする技だな。ということは終わったな。終わったな。強いんですけど、あー、俺のウィジンがなかったことにしたい。やばい、終わったよ、これ。どう勝つんだよ。うわ、どう勝つんだよ、これ。勝てねえよ、これ。このエネルギー終わり。もう終わりだ。おしまいだ。なんかもっとザコみたいなやつと戦うべきだったんだ。ペルシアン噛みつく。いや、次食らったら終わります。次食らったら終わります。リザもう事故ってるよこれ。事故ってる、事故ってる。終わった終わったレトルト敗北。技出せないもん、エネルギーないから。くそー、進化もできなかったな。悔しい、マジで悔しいんだが。判定とかいらないのよ、俺の負けなんだから。全然力任せじゃなかったぞ、うまくやってたぞ達郎。俺の修行にはちょうどよかったぜ。くっそくっそ、今俺ポケモンカードカードショップに売って引退しようかなって考えてるから。なんかないの？他全部クラブだな。この家は誰の家なの？今国か、まさか。あ、誰の家かわかんないの？なんかカード奪えない？カード盗めない？あー、なんかいろいろこれ、あれだな、いろんな状況のなんか、あれだな、OCG みたいな感じだな。チャレンジホールって何なんだ？これ、あれかな？チャンピオンロードかな？ちょっと行ってみようか。なんだここ、何するとこなの？ここないとこするとこなんですか？はい、チャレンジカップが開かれますよ。プロモーションカード、あった、これ。なんかたまに来るとレアカードもらえる大会みたいに出れるのよね。懐かしいなー。いや、ポケモンドーム行ってもしゃあねえのよ俺。未練がある。大山研究所、なんかちょっとパックとかさ。ああ、ゲームのセーブな。はい。ドクター大山のメールも、ドクター大山のメールがドクター大山のパソコンに届くの？なんかややこしいな。俺のパソコンじゃないんだけど。デッキ見ていい？はい、これ。デッキ改造だよ。で、大山が良くないのよな。不思議な絵とか持ってんだね。待って。デッキ改造。そう、LR ボタンとかないんだもんな。これがもう俺の持っているカードってことかな？ん？カイロス。あー、なるほど。炎タイプはこんだけ入ってるよみたいなことが書かれてんのか。ちょっとこれデッキ改造しなきゃこれはもう話にならんな。そもそも炎デッキなのに雷ポケモン入りすぎなのよ。あー、でもポケモンの数的にはもう足りないんだな。塔は良かったな。はい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 。雷
めっちゃ入ってたな。サンダーいるじゃん。これ俺が知ってるサンダーか。これめっちゃ強いやつじゃない？あ、これ俺が知ってる強いやつではない。いや、俺の知ってる強いサンダーだな。これめっちゃ強かった記憶あんのよ。これが無双してた気がする。あ、こんなんいいカードあんのよ、これ。相手の手札を、あなたの手札をすべてトラッシュして、山札を7枚引くっていうのもう最強なのよね、これ。めっちゃ強くない？これ。手札1枚しかなかったとしたら、これ使ったら手札7枚になるわけだからね。もうぶっ壊れカードよ。こんなん全然来なかったな。エネルギー、持ってねえんだな。基本的に。紙のエネルギー、持ってないんだったらもうこれしゃあないよな。しゃあないわ、これ。一回日記しまーす。はい。ちょっとカードの数が足りんね。ちょっと誰かと、なにこっち。おーおお。オートデッキマシーン。なんかいろいろあんだな。あ、洗いもん拡張パックくらえる。エネルギーしか入ってないけどね。エネルギー欲しいな。エネルギーは確かに欲しい。こいつはメダルがいる。あー、オートデッキマシンで作れるってことね。ジムバッジみたいなのがいいんだ。確かにな、勝てなかったからな。なるほど、デッキをいつか保存しておくことができるってことだね。伝説のポケモンカードの話をしている。おい、デュエルできるやついないのか。洗い物しかないのか。洗濯物はないんか。カードクラブのメンバーに勝つと拡張パックがもらえる。あいつ強すぎんのよな。もうちょっと手札悪すぎたな。でもさすがに。カードクラブ8つあるんだ。そっか、どのカードクラブから行ってもいいのか。そうか。俺はじゃあ炎って考えたら草に行くとか、ありはありか。でもさすがに、初めは戦うべきか？こいつと。うん。普通に対戦。なんかもらえる？対戦拡張パックくれるって言ってないなぁ。あー、どうしようかな。もう一回。弱点つけるかも、みたいなことで。グリーンクラブ行っていいですか？そう、俺は炎デッキなわけだから。女の子ばっかじゃないか。僕の趣味じゃないな。おや、君レトルトさん。ええー、ちょっと待って待って、まさひろ。こいつお前、男尊女卑の、とんでもひどいやつだな。今、SNS でそんなことで叩かれますって。よくないっすよ、それ。ここか。謎の草、謎の草。ちょこちょこ謎の草。謎の草ってちょこちょこして可愛いの。ラフレシアと謎の草交換？あなたのゼニガメあげるから、あなたのリザードンちょうだいのやつ。よくそれでもらえるな、みたいな。じゃ、ちょっと、ここにいんのか？あー、いるね。この人マスターなんだ。あ、マスターの国見さんはお出かけしてらっしゃいます。おー、3人にポケモンカードで勝ったら、行くぜ！ミサオ！ミサオ！やらせてもらうぜ！もうね、負けるわけにいかねえからよ。サイド4枚。さっきは手札が悪すぎただけだ。俺が弱いわけじゃねえ。俺のデッキのカードが弱いだけ説もあるけども、いや、手札が良ければ勝てるなってんのよ。おえー、進化、おいいね、揃ってる。こういうことよ。遠エネルギーがあるわけね。待って、腕力とりあえず調べさせてもらうぞ。ケタグリとで、弱点エスパーだから弱点疲れることもない。はいはい、ピカチュウさん、君はどうだ？このピカチュウかわいいよな。かじる電撃ね。はいはいはい。電撃は自分にも10ダメージというマイナスデメリット効果があるわけだ。で、ヒットポイントも注目ですよね。腕力はヒットポイントが50。ピカチュウは40。腕力のがやっぱ簡単にはやられにくい。出す。これ勝てるぞ。今回来たわ。ピカチュウも出す。全然炎タイプで弱点つきまくる感じじゃなくなっちゃったけど。はい、サイド4枚。とりあえずサイド取ろうぜ。あー、先行が良かったな。先行が普通に良かったです。うおー、
なんかノーマルタイプだな。なんか珍しい。キラだぞ、この2つ。あの、現実のポケモンカードだったら。ポリゴン、テクスター。相手に弱点があれば、それを好きな色に変えてよい。バトル場に離れたポケモンからその技の効果を消える。あー、なんか、特殊能力だな。あ！万力の弱点を、トータイプに変えたわけか。テクスチャー、なんか技はしなかったのか？ちょっと見ていい？この、こいつの技は、テクスチャー1。これはだから、特殊能力だね。1個使って、俺の弱点を変えただけ。自分の抵抗力を好きな色に変えてよい。バトル場を離れたポケモンからこの技の効果を変える。なんか、こいつ攻撃してこないんだな。なんかあんま強くなくない？あんまり。ポニータ引いたのね。とりあえず腕力につける。待って。相手の弱点見ていい？あ、EV 出してる。やっぱ、塔だな。はい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 。EV の弱点も塔。こいつは炎、根幡は。メタモも塔。いけるぞ、これ。育てていきたいな。これは、まだちょっと技を出せないので、あんまり使うべきじゃない。はい。いいですよ、いいですよ。で、もうこれでとりあえずいいかな。このライチュウもやっぱ技使えないからまだやんなくていいな。じゃ、技。ケタグリを20。倒せます！弱点で倍です！ふぅー！これ今ちょっと手札いいよ。で、しかも手札1枚補充できるわけだ。オッケーオッケーオッケー。ピカチュウ強化するぞ。コンパン。はい。メタモンベンチ。弱点のポケモン出さなかったわけだな。あら！あらららら！エネルギーが足りないのかな？ケタグリしかない。ゴーリキーをにするときに、塔がもう一個つけてたら、空手チョップができる。自分がダメージ食らってたら、ちょっと弱くなっちゃうんだな。でも、ピカチュウを育てるって手もあんのよ、普通に。高速移動は、コインを投げて表ならこのカードは次の相手の技によるダメージの効果を受けない。すごい！雷。30分30ダメージ。ピカチュウ育てるのもあり。普通にゴーリキ育てるのもあり。高エネルギーあるから、普通にワンリキ育てちゃおうか。強いしね、今。で、ケタグリします。これは20。うん。いいよ、勝てるよ、今回。はい。だって、あー、臭いね。あ、イーブにつけてる。コンパンは捨ててる。なんでコンパン捨てるし。ラッタ。うん、今出せない。エネルギーを、コンパンはもうマジで捨てたんだな。これで足りるからいっちゃうか。じゃ、ゴーリキーを出す。これで簡単にやられなくなる。うわ、強い！俺強い！で、炎エネルギーを、ゴーリキー、あやめさんにつけて、空手チョップ。で、これ50ダメージでダメージ食らってないんで。来たね、これ。おい。で、さらに、俺が押してるにもかかわらず、手札を引く。ウィンディ、伝説ポケモン。EV は育ってんのかい？おぉ、ポリゴン出すね。そいつめっちゃ弱いけど。一発ですよ。コインを投げて、裏ならこの技は失敗。表なら、相手の番、このカードがバトル場にいる限り、この技を受けた相手は技を使う。あ、次！表だったら俺技出せない。やめろ！やーい！終わったなぁ。ミサオ、お前終わったぞ。ああ、もう俺の勝ちだ。諦めろ。今俺はピカチュウとポニータがいるわけね。はいはいはい。じゃあピカチュウを一応育てておきましょう。もうこれもう空手チョップで、200ダメージー、もう終わった。全然草ポケモン出さないな。パックもらえるのも嬉しいね。え、メタモン？なんだ？変身すんのかい？ゴーリキに変身されるのやだな。メタモンすごい使うな。え、ま、技使わないの？いいの？それで。俺の勝ちだ！これも、俺サイド1枚なので、空手チョップで勝ち！ふぅー！ 100
100ダメージ。これ決まったな、気持ちいいね。はい、全然炎のデッキ使ってる感じないけど、いや勝てるとき勝てんのよ。これが普通なのよ。さっきのやつがおかしかったのよ。この私が負けてしまうなんて。きたー、レトルトは拡張パック第 1弾ポケモンコロシアムをゲット。これ多分ね、現実にないパックだと思う。多分ね、なんかなかった気がする。はい、これはドキドキだな。キラカード来るかな。カイロスキラカードですよ。いいんじゃないの。元気のかけら。虫ポケモンはね、草カードなんだよ。ラッタ、はい、ジュゴン、コイル、ケイシー、ああモンジャラ、人影、あ、いいじゃん。ワンリキ、草エネルギー、あーエネルギー入ってるのいいな。どうだ、普通に人影増やすってのもありだな。まあいいカードなんだけどね、進化とかなく一モイント60あって、うん、いいカードはいいカード。あートラッシュから種ポケモン1枚でベンチに出す。まあ悪くないっちゃ悪くないよね。んーな、コイル電磁波、表なら麻痺にする。コイルもいいっちゃいいな、悪くないよね。ヒットポイントは40、高くはないね。自爆は怖い。人影ちょっとあまりにも、え、もう一個くれんの。ありがとう。はい、おえー、あー大木田博士、これ嬉しい。もう一個入れたい。リザード、ニャース、ワンリキ、ヒトデマ、ピカチュウ、ケイシ、草エネルギー、あー、カイロス持ってんのよ。もう一枚、もう一パック。あー2パックか。ありがとうありがとう。ちょっとデッキどうだ。まあ勝ったからそのデッキでいいような気もするんだけど、人影1枚増えたからな。やっぱ人影で戦っていきたさはあんのよ。だからなんならちょっと電気とか格闘強いよね。なんか普通に強い。さっきの刺さったな、怪力持ってないんだね。なんなら格闘に変えてもいいような気はちょっとしちゃう。全然なんか炎のエネルギー足りてんの本当に。10枚か。大木田博士増えたので、何でも直し1枚減らして、ちょっと大木田博士2枚にしますね。で無色のポケモンはどのね、デッキにもいられるから強かったりするんだけども、フラットも見てもいないしな。どうしようかな。とりあえずこのままにするか。ガーディ、ウィンディ、ポニータ、ブーバーとかも見てないな。ガーディな、ちょっとな、人影を1匹増やしたい。ポニータ。ポニータ、あれだな、ギャロップ持ってないから、ポニータ1枚減らして、人影を1枚で、増やすと。で、保存と。はい。で、これでもう強化された。これでちょっと良くなったはず。いくぞ。国見さん、春菜さんね。春菜、い。それとも、ハリセンボン、春菜。間違える。いつもここ間違える。家にカーソルが合わさっている。行くぞ。木の お手入れさせてもらいます。女だからっつって、ね、春菜ね、女には強いぞ俺。勝ってますからね、今んとこ女性にしか勝ってません。ピカチュウ、あ、サンダーいるね。出したいけどちょっとこれ育てんのめちゃくちゃ大変だから、これダメ。人影調べる。1で10深くできる。ライチュウ、ディグダいるね。ディグダまあまあ強かった気がするんだよな、それなりに。エネルギーカードがね、大丈夫かな。ヒットポイント30しかないからな、すぐやられる可能性あんのよ。ピカチュウを出す。はい、サンダーも出す。人影も出す。ディグダも出す。ニャーサ出さない。大木田博士でちょっと手札リフレッシュしたいな。
よし、いいよ。最低先行がいいのよ。エネルギー来い。おい、コイルはいないんだもんな。なんもできねえですよ。なんもできない。エネルギー、やばい、事故が怖いな。バランス悪いってのもあるんだろうな。まだつもみ、いい顔してる。仲間を呼ぶ。自分の山札からまだつもみ1枚選び出し、自分のベンチに出しておい。いいじゃん。めっちゃ強い。デッキ不足というか、ポケモン不足がないわけだよな。頼むぞ！よし！このエネルギーか。かじる。どうしようかな。ピカチュウは、逃げるにエネルギーを使いますか？逃げるにエネルギーを1個使うと。じゃあダメだな。下に、後ろに人影がいるから育てたい気持ちはあるんだけどな。どうしようかな。ピカチュウのかじる。やっぱ技攻撃はしたいよな。かじるしときます。これでな、うつどんとかに進化されたら怖いな。うおー、鶴のムチもあるの。銃、はい、まあ、痛み分けだな。この間に俺も育てていきたい。リザード、なるほど。エネルギーが欲しかった。一旦に1枚しかエネルギーはつけれないので、このつけるっていうね、あのターンを先にね、進化は後でできるから。あー、まずいなー、エネルギーが来ない。怖いですよこれ、めっちゃ怖いですよ。鶴のムチ、相手後ろも育ってた、育っていきそうで怖いんだよな。おい頼むから、エネルギー来い。おーい、進化だけする、進化だけしちゃう。どうしようかな。ちょっともう傷薬を使っちゃいます。使える時に使うっていうのが多分一番いいんですよ。かじる、やばいな。とりあえず大木田博士でもいいから引きたい。サイヌギ、ベロリンがいんの。はい、鶴のムチ、はい、10。エネルギー来い！よし！遠エネルギー。これで、俺は電撃の技を一応使えるようにはなるのか。ただ、次のターンやられちゃう可能性もあるんだよな。電撃はなんだっけ？裏なら自分も10ダメージっていう恐ろしい、あれだな。どうしようかな。遠エネルギー。ピカチュウにつけなくてもいいかな。どうだろうな、微妙なとこだな。いえ、今かじるで倒せるっちゃ倒せんのよな。そしたらちょっと後ろの後続を育てとく方が良かったりしそうなんだよな。穴を掘る。じゃあこの遠エネルギーをディグダにつけときます。で、一応とりあえず技のかじるでマダツモミを倒す。さっきは相当手札良かったね。一転してきついもん。でもこう手札、ああ雷エネルギーいいね。はい、エネルギーがここに行っちゃってたのかもな。ベロリンガを育ててますね。鶴の鞭されます。はい、怖いな。コイル、レアコイルいたよな。レアコイルは電磁波。コイルいいね。でも出そうかな。で、技も、もうちょっとピカチュウを育てるのはあんまり良くない気がするので、雷エネルギーをコイルに貼っちゃいます。コイルはね、麻痺させれるかもしれないから結構強いのよ。自分にも40ダメージ。お互いのヒコイポケモン全員にも10ダメージ。まあいいっちゃいいね。やられそうになってんだったらいいっちゃいいのか。穴を掘る。もう一個あったら泥かけができる。こいつ抵抗は、ない。 OK。 じゃあちょっとかじります。かじり合戦だ。かじって鶴の鞭されての合戦です。地味な勝負ですけども、傷薬あってよかったな。うわー、あー
やられた。葉っぱ買った。これまずいぞ。サイル1枚。どうしようかな。これも入れ替えとく。あ、待って、選び、調べるがあるかなと思ったんだけど、なかったか。これまずいな、ダメージ量な。リザードに進化しちゃおうかな。強くしとこうかな。で、あー、同じ場には進化できないんだな、この時代も。もう雷中死んだもんね。自爆を考えてる僕がもういるよ。サンダー育てたいけどな、ちょっとこれな、そんなにエネルギーがないので自爆したら40切り裂く、やばい、本当に良くないな。あ、でもレアコイルいんのか、電磁波、はいはい、レアコイル出しちゃおうかな。うん、なんか後続は悪くないな。エネルギー問題はあるけど、でもう仕方ないから戦うしかない。ちょっとこいつは捨てです。頼むぞ、次のターンのエネルギーとかによる。毒の粉、あれもうなんか鶴の虫とかやったら倒せんのに腹立つことすんな、こいつ腹立つことすんな。毒、わあ、どうせ倒せんだ。ポケモンチェック10ダメージ。うわー、嫌な倒し方するね、お前。サイル1枚引きます。さあどうしようかな。調べる全体の場、レアコイルは次の時、自分の手札はエネルギーカードがない。次引く、俺は次きっとエネルギーカードを引いてくれる。なのでレアコイルを出す。これもキラーカードです。当時よし、オッケーオッケーオッケー、これで技はとりあえず出せる。レアコイルに貼って電磁波、はい、30食らって表だったら相手は次のターン動けない。よし、いけるぞ、勝とうよ、ジムバスターを倒そうよ、ワンチャンある。モンジャラにつけます。あ、技使わない、なんで技使わないの。ナメプか、あ、麻痺してたんだ、すいません、ナメプは僕でした。ラッタね、いらないカード。もうリザードンね、買っちゃおうよ。なんかすごい強いカード。特殊能力。このカードについて全てエネルギーはこのエネルギーになる。まあこれはでもあんま関係ない今は。うん。エネルギーが全然引けないね、本当に。で、これでとりあえず打つのは倒せる。もうこれは関係ない。表だろうが、裏だろうが倒す。さあ、相手の裏がどんだけ育ってるかがちょっとわかんないけど、覚えてないけど。エネルギー、おい、いらねえ。ベロリンが育ってそう。どういう技持ってんだ、2個もうエネルギー、ああ2個エネルギーがついてる。てかこいつ一目で高っ。コインを投げて表の相手を麻痺状態にする。やめろーい。よし、オッケー、10ダメージで済んだ。いいよいいよ。おい、そろそろエネルギー引こうや。炎ね、自爆やだ、自爆はもうしないので、このエネルギーをリザードンだな、とりあえず。で、技電磁波、これ麻痺させたいね。あー、まあまあしゃあない、全部が運いいとは思わない。あと2回やったら倒せる。はい、いやでもちゃんと戦ってんな、ギリギリの勝負してる。麻痺合戦だな。あー、1回技できないのつれー。くそー、何でも直しがあれば。1枚減らしたんだよな。傷薬じゃないな、欲しいのは。
傷薬、傷薬使っちゃおうか。こいつやられるのはちょっと良くないからな。ちょっとこれは終わりです。また舐められちゃうかもしれない。大木戸とかまさき全然来ねえな。おい、もういい加減にしろよお前。はい、クソゲークソゲー始まりましたよ。やめろ、俺のターン来ねえ。雷エネルギー、雷エネルギーをリザードにつけて、リザードンはあのあれがあるから、あのね、特殊能力でどのエネルギーも炎になるってやつがあるから、うん、つけていいのよ。ずるい、ずるいよ、3回連続はずるいて。ずるいよそれ。8分の1引くな、このエネルギー。いいね。くっそ、エネルギーカードこれ溜まってんね。ちょっと頼むよ。あ、ポケモン交換おじさん。手札から種ポケモンまたは進化カードを1枚選び、相手プレイヤーに見せてから山札に戻す。それができないときこのカードは使えない。だポケモン、手札のポケモンとあの山札のポケモン交換するみたいな。これ小学校の時に憧れてたよ。これキラカードだったし。これも不思議花を戻して、不思議そう、不思議種がいいのかな。おい、もういい加減にしよう、もういい加減にしよう、もうこれ。はい、オッケー、ようやくだ。今度はもう俺が麻痺させるから。こんな麻痺しなかったら倒してんだから、ベロリンが。ようやくこう、あー、来た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 。そうや、そうそう、そうなのよ。このエネルギーをリザードンにつける。見ていいですか、うちのリザードン、炎の渦打てますね。ただ炎の渦を、使うと2個なくなっちゃうんだよな。で次のターン攻撃できないから、まあ、ちょっと切り札みたいなところあるのよ。ちょっと攻撃力が高すぎて。電磁波しましょう。さあ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 、オッケーオッケー、倒したベロリンが。お互いね、サイドも2枚同士だから、あと 2枚、2体ポケモンやれたら終わりだからね。よし、ベロリンがポケモンチェックで解けます。ポニータね、まあ出しといてもいいかな。出すだけ出しとこうか。はい、電磁波、リザードン出すまでもなく終わるかもな。で次炎のね、あの渦みたいなやったら終わりだからね。リザードンの攻撃通ったらもう終わりなはず。人影ね、モンジャラ来たー。育ててたよな。草3つついてるもんね。毒状態。なるほどね。お前は次のターン終わるんだ。はい、毒状態は10ダメージ。毎回ね、治らないんですよね。さあ、皆さんにお見せしましょう。まず、レアコイルは、逃げるに、エネルギーを1個使うと。で、炎エネルギーを1個トラッシュします。で、控えポケモンのリザードンと交換しますと。で、リザードンの特殊、エナジーバーンを、は、常に使える効果だったと。さあ、炎の渦だ！モンジャラ燃え尽きろ！ 2 枚トラッシュ！やれー！ふぅー！ 200 ダメージ！ふぅー！完璧な勝ちでした。いいねー。これは素晴らしい勝利、勝利だったんじゃないでしょうか。よかったよかった。はい。進化の不思議第2弾。はい、リザードンがいる。ポケモン交換おじさんだ！これ欲しい！使いたい。ギャロップ持ってなかったよ。強いよ、これ踏みつけ。表なら10ダメージ。コクーン、いらない。スターミー、ゴース、いいね。エスパータイプも強いイメージあんのよ。イーブイ。ああ、進化の秘密だから。ブースター持ってたらね、草エネルギーか。2パックもらえんだな。はい。怪力！いいね。特殊能力反撃。このカードが相手の技によってダメージを受けたとき、
10ダメージを返せるってことだな。で、地球投げはめちゃくちゃ投タイプが必要と。おっ、最強のポケモン伝説のカードを引いちゃったけど、ハサミでっかいね。デザインいいねこれ。自分に乗ってるダメージカウントの数かける10ダメージ。クラブハンマーいいね。もう一回見る。ジタバタは自分のダメージプラス10で、クラブハンマーは40ダメージ。特殊能力がないと。使いたい、めちゃくちゃ使いたい。はい、でもクラブを持ってない。エネルギー転送、山札からエネルギーカード1枚選び出し、相手プレイヤーに見せてから手札に加えておい。強いよこれ。ありがとう。結構これ強化されたかもしれない。デッキ改造させてもらいます。てか全然トレーナーカード引かないのよ、まさきも大木戸博士も。ポケモン入れ替え、パソコン通してなんだっけ。手札から2枚トラッシュして、山札から好きなカード1枚ってことか。引かないし、そもそも交換おじさんの方がいいよ。で傷薬と何でも直しね。エネルギー転送、エネルギーがちょっとあまりにも事故るから、こうかな。何でも直しはまあしゃあない。これでいいんじゃないでしょうか。あ、保存じゃ、保存じゃ、いいえじゃない。保存。てか、さっき、保存にしてたかな、俺。大丈夫かな。あ、人影入ってるよね。保存。はい。ん？保存されてるね。はい、オッケー。二人倒した。あれ、もう一人はどこに行ったんだい？三人倒さないと、あれだよな。この人？ああ。残念だったわね。あれ、ちょっと、いないんですか？あやこ、緑のお手入れ。ん？ちょっと一休み。え、グリーンクラブマスター？お出かけ中よ。よーし、この人だな。ちょっと、倒したいよな。ジムリーダー一人ぐらいはこのジックル倒したいからさ。エトセトラデッキ。いい名前。ちょっとずつ強化されたし、事故は減ったはず。エネルギーがさっきなかったじゃん。でも、1枚ね。大木戸博士が2枚ある。これも事故だよ。サンダー。あんま良くないな。人影かな。引っ掛けできるし、炎エネルギーあるしね。ベンチの、とりあえず、ディグダ出しといて、サンダーも出しとく。こうかな。はい。大木戸博士な。大木戸博士で大木戸博士捨てんの、なんかやだな。悲しい。さあ、相手も事故れ。ピカチュウ出してる。お前草タイプじゃなかったのか。草タイプ使え。かじるね。うん、まあ、これはいいでしょう。はい。エネルギーあるな、今回。こいつ引っ掛くでしょ。このエネルギーを、人影に張ります。大木戸博士もまあ使いたさはあるんだけど、ちょっとまだ早いかな。調べるあるよな。手札を取らして7枚引くっていう最強なんだけど、ちょっと今まだやる必要ない。どうせできないし。比較、本当に一番初めの戦闘みたいになってんな、本家のポケモンのさ。人影につきました。かじる。相手結構あれだな。あ、でも相手まだベンチ1枚しかいないのか。お、リザード、いいね。ちょっと奥田博士は使えないな。調べる。3つあれば切り裂くでできるってことね。うんうんうん。技、キノコが使えるね。キノコの効果ちょっと見させてもらっていい？このエネルギーカード1枚取らしなければこのカードは使えない。マジか。そんな厳しい制約あるんだ。ちょっとトラッシュしたくないよね、でも。技。トラッシュしたくないので、まだ失格でいいかな。次、炎エネルギー引いたらでかいんだけど、
進化すんなよ。お、ベンチ逃げた。おい、あ、やるか。うわあ、うわあ、くそー、やるなー、やるなおめえ。トラッシュしても相手ポケモン倒せんだったら悪くないもんな。やられたよマジで、マジで。あ、よし、待って、人影の弱点は水か。くそ、ギザードが腐ったな。こうなったらサンダーを育てる手もあるか。ちょっとありな気もしてきたけど、でもちょっと間に合わないかな。高エネルギー、次貼られてあれだよな、次エネルギー貼られて火残したらまたディグダもやられちゃうわけだから、雷エネルギーをサンダーにつける。でちょっともうこれいいや、オーケー博士使っちゃおう。うん、もったいないっちゃもったいないけど、自分の手札全部してドローします。プラスパワー、はい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 、炎エネルギー、マサキもいいね、マサキは2枚ドローできる。ライチュウ、さっきあったよかった。プラスパワーはダメージが10アップ、うん、少ないよな10アップって。エネルギーついた。ちょっと待って、怖いからポニータ出しとく。もうディグダはちょっと申し訳ないけど捨てだな。ディグダ逃げエネルギーはいるよね。いない、いらないやつもあんのよなたまに。ちょっとこれ終わります。はい、再度マサキ使ってるね。相手も手札めっちゃあるよ。モンジャラ、キャタピー、人影つけた。あー、やるねこいつ、キノコ強いな。30ラインがどんどんやられていく。もうサンダー出しちゃうか、ヒットポイントは多いしね。このエネルギーを引いた。雷ちょっと遠いね。まさき使います。なんかあるかもしれん、傷薬とかでもいい。今やコイル腕力、雷エネルギーをもう一枚引いときたかった。サンダーを育てます。まあ本来ならポニータ出してサンダー育てるべきな気もしちゃうけど、コイル出すだけ出して、しゃあない。まあでもそう簡単にサンダーはやられないから。ピカチュウにつけた、ひっかくだ。なるほど、一撃でやられない限りはちょっともったいないと見たか。引けー、いやー、雷エネルギー引きたかったー。まあでもまだ炎エネルギーをつける、無色エネルギーでサンダーは技が1個使えます。10万ボルトってなんだろう、ちょっと見ていいですか。うわ、すべてトラッシュする、それはもうアホ技、最後にやるしかない、最後っぺ技だから。モンスターボール何に、あー表だったら種ポケモン、まあ、死んだからポケモンをあれだな、デッキから持ってくるやつだね。ザマーン、ダメー、ピカチュウにつけてる、また引っかくだな。助かる助かる、傷つけられたくないからな。サンダー、これでサンダー次のターン雷エネルギーを引けばポケモン交換おじさん。あー、デッキ圧縮しようか。今何欲しいかだよな。レアコイル、いやでも電気技はちょっと微妙だから、とりあえずこれポニータつけて、手札のポケモン交換おじさんを使って、デッキ圧縮の時は7な。ラッタを戻してで、待って、ちょっとあ、相当できんだ。すごっ。この、ちょっと雷エネルギー。あ、雷エネルギー結構あるな。うん、あるはあるな。あれ、俺ギャロップ入れてなかったっけ？ギャロップ、あれ、ギャロップ、うん、ウィンディ、ガーディ。いや、違うな、ギャロップ入れてなかったか、俺。しまったな。
あ、ブーバーいい、いいな。ブーバーはどういうカード？ブーバー強いな。炎のパンチ。ブーバーにしようか。ブーバーちょっともらっとくわ。残念でしたが。ブーバーを出しといて。雷エネルギー引けば、まさきがもう一回、大木田博士もうない。いやー、地味に食らっていくって。雷エネルギー、キレイ！ブーバーにつける。頼む！引いてくれ！失格。いやー、頼む。雷エネルギー引けー！くぅ。クニータ1個ついてるみたいな。解放者は何？自分について炎エネルギーを取らせしなきゃダメなのか。一応、まあじゃあ、ブーバーにエネルギー貼って。頼む、まさきとかでもいいぞ。もう一枚入ってるだよね。入ってたよね、確か。やばいってこれ。次、攻撃されたら、キノコラインに入っちゃう。うわーい、負けちゃうよー。負けちまうよー。やめてくれよー。おねげーだー。許してくれ。許してけろー、ゴグザ。くそー。もうちょっとなんだ。あー、なんかいろいろやってる。失敗しろー。ういー。ピカチュウ手札に加えられたー。比較かな。次は火の粉使うぞ、絶対あいつ。入れ替え、あ、悪くないかも。控えポケン一品、あなたの対戦ポケモンと入れ替える。ちょ、サンダー今ちょっと良くないから、状況は。で、これってちょっと、雷は自分に30ダメージ。めちゃくちゃ危ない技だな、今。ものすごい危ないな。ブーバーがでも、炎のパンチ。今、炎エネルギーはないのか。これ、ポニータだったら蹴飛ばすができる。いや、できないのか。いや、ちょっとまずいぞこれ。あ、いや、できんのか。今もう2個貼ってんだな。ちょっと入れ替え、サンダーやられるわけにいかん。はい。いや、もうエネルギー引いてたら勝ちだったのにな。プラスパワーか。技、蹴飛ばす20。炎の尻尾だったら30で、プラスパワーで倒せたんだけど、炎エネルギーはなかった。蹴飛ばすしかないな。次、比較してくれるかな。うん。サイドに、雷行っちゃってるかもな。比較ね。まあでも次のターンで倒せはする。おーい！炎の尻尾を使えるようになるね。でもそれよりはブーバーに炎のパンチをやった方がいいかもしれんな。いや、どうだ？とりあえず炎のエネルギー、炎エネルギーをブーバーにつける。こいつ逃げエネは、逃げエネはポニータ、逃げエネは1で逃げれる。逃げるときには逃げよう。で、プラスパワーを使う。で、これ10アップするから蹴飛ばすで、とりあえず人影倒せる。で、サイド取って、それが雷エネルギーとかだったら嬉しい。エネルギー転送、おお、いい。基本エネルギーカード1枚もらえるもんね。サンダーね、今ちょっと食らいすぎてんだよな。やめろ。裏なら自分にも10ダメージ。食らえ、よし、ナイス。20食らうのかな。30も食らうの、うーわ。倒せたらよかったけど、マジか、そんな食らうのか。
サンダー攻撃コイントス失敗したら終わるから、ちょっとブーバーだな。こんなにせっかく頑張ってサンダー揃ってたのに使えないのかな。傷薬くさいくればいいんだけど、エネルギー転送で基本エネルギーカードをで雷エネルギーを選んで、雷エネルギーをとりあえずサンダーにつける。で勝ち筋はまだ残ってるぞ。全然悪くない悪くない。でディグだと出しとく。で技の炎のパンチはただ30ダメージだから、とりあえずピカチュウこれ倒せる。再度あと2体も倒さなきゃいけないのか。はい、おいよし、いい、これはいいの引いた。ニードラエネルギー転送、はい、何使ってくる、あれか、表、うわーこれでかい、これ大事大事、うわー負けるよこれ、そんなことされたら。まあ、大事だったよ、めっちゃ大事だったよ。20、そうね、最後とどめの一発、今なークエスト多いですか。そうだよな、何でもなしもうないからな。コラッタとかいるかな。もうポケモン多すぎる気がするな、このデッキ。トイネギ誰かにつけとくか。ブーバーの逃げエネで、今回しゃあない。一回麻痺されてもコイルにつける。うわーやばい、じゃーマジか、おいマジか、こいつうめー、こいつうめー、うわーさっきのがなー。あー、そっか、もういや、もうあで麻痺だったら逃げれないのか、それもあるな。やられた、普通にコンピューター賢い、くっそー、2勝2敗だ今んとこ。いい息抜きとか言われてるよ。デッキちょっと改造するわ。いらんポケモンがいんのよ結局。まあポケモン少ないと事故になったりもするんだけど、いらんないらんポケモンってのはどうしてもやっぱいるものだから、もっと強いポケモンね、それだったらいた方がいいみたいなのあるじゃない。例えばサンダー、まあ強いは強かったよな。ピカチュウもまあガーディーあまりにも見ないな。ウーバーもう一枚欲しいな。例えばまあ人影とかはいいと思うので、本能、なるほど、体力もあるな。オニータ蹴飛ばす20、例えばポニータ2とかにしてギャロップ1にして、これでノーマルポケモンをもういらないってことにしようか。でポケモン入れ替え、パソコン通信、ポケモン意外と残るんだよな。でも直し、待ってもいい、いいっちゃいい。まさきとかもっと欲しいな。いや、デッキ構成って難しいよな。面白いけど、難しいですよね。ギャロップ。こんなもんかな。じゃあちょっとここはカットして、あいつを倒すわ。俺に任せてくれ。倒すから。運が良かったら今も倒せたわけだから。いや、やり返しやったわ、やり返しやりましたわこいつ自爆で倒してやりましたわ。えい、これ痛み分けで、俺の残りサイド1、相手のサイドは残り4なので、うわ、エアコールの自爆は20ダメージずつ食らうんだ、ね、下手したら、おお倒したもんじゃらも、すげえ。
相手を2体倒しましたね。サイド2枚引くだって、やったー。いやなんかもうあれだな、引きは大事だな。引きが全てまであるわ。嘘、負けちゃった、なんでよ俺。おー、幻のポケモン、めちゃくちゃ拡張パック第3弾。これファイヤーとか欲しいけど。二度クイーン、あ、無色二個エネルギー。ベロリンガもどうだ、ベロリンガも悪くないのでは。パルス、シェルダー、サンダース、あー、サイホーン、スリープ、ニャース、巻きつくベロ、あ、でも悪くない。1ポイント高えな、これいい。何かの化石ね。いや、いいカードもらった。次、ジムリーダー戦だからな。海流、この海流かわいいのよ。ブースターね。オムスター、ナッシー、カブト、スリープ、ビリリ玉、雷エネルギー、たまたまにゃー、さーんまだな。よし、これで帰ってきたんじゃない？ミスター石原の家に行ってるわよ。なんだミスター石原って。これデッキで、とりあえず、無色2個はいいんじゃない？無色2個は1個で2個分になるんですよね、これ。うん、これ強いよな。2個分になる。で、あと手に入れた、ベロリンガは強力。壁にもなるし、巻きつくベロも悪くない。うん。まあ、10ダメージ食らうしかないかったりもするけど、悪くはないんじゃないかな。で、これで何か減らしてもいいような気はする。ワウワウ。62枚か。もう結構増やしちゃったな。なんでもなしも結局今結構決まったんだよな。まあ、たまたまかもしれんけど。まあ、プラスパワーの10アッパーそんないらんかな。で、まあ、人影は2でいいかな。うん。保存！よし！これでまたパワーアップしたんじゃないか？行くぞ、ジムリーダー！いやー、楽しいわ。ただただ、俺が楽しんでて申し訳ないですけども。懐かしいです。こいつミスター石原の家だったんだ。今国とかもいたはずなんだけどな。あ、いた！私がグリーンクラブのマスター、国見ですけども。え、私を探していらっしゃいましたの？お前もカード盗んでたのか？あの、テーブルの上の。あらあら、それは大変失礼しました。私、こちらで少し調べ物をしていましたのよ。私とカードの対戦をしたいのですね。クラブでしかやっておりませんの。すいませんが、グリーンクラブまでおいでになってください。もう、カードショップとかやらないってことか。自分の家でしかポケモンカードやらないタイプだ。盗んでたんじゃないの？ちょっとエリカとキャラ被ってますよ。エリカリスペクトするあまり、ちょっと、ねえ、被っちゃってんじゃないですか？行くぞ！この人だ。私がグリーンクラブのマスター、国見ですわ。クラブを留守にしてしまって申し訳ありませんでした。それでは対戦いたしましょう。結構強化したからな。6枚ボス戦だ。いけるか。おお、なんとも言えない顔を。なんか薄い和風美人みたいな。エリカってキャラ立ってんな、こう見ると。今ジムリーダーすごいもんね。大人気だもんな、ジムリーダー。あらら、ちょっと、あー、ナッシー、不思議そう。本当に炎タイプなんだな。ちょっとバランス悪いんじゃないですか？これで1体とかしかいなくて、俺が一発バンってやったらね、俺の勝ちだったりするんだけど、ポケモンいなくなったら終わりだからね。ブーバーね。はい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 。トカゲは、1で喫覚ができる。ブーバーは2個いるから、ちょっとそこら辺は育ててからの方がいい。穴を掘る。人影だな。人影出して、ブーバーを育てる感じでいこう。ブーバー育ちきったら、相手はやっぱ炎タイプばっかだから、ただちょっとエネルギーが良くないね。めちゃくちゃ良くない。で、まさきがあるからでも。6枚。よし！いいよ。これ先行の方が絶対いいんだよ。先行ドローあるしね。無色にエネルギー。来ましたね、とうとう。ブーバーは炎が絶対必要。深くね。とりあえず、まさき使おう。2枚ドロー。ただの強欲な壺。遠エネルギー、ピカチュウ。なるほど。よくない。
まあピカチュウは出していいか。なんで炎がないんだ、炎が。雷エネルギーをとりあえず人影につけて、ひっかくでもやるわ。とりあえずやるしかねえ、これは。はい、弱点。ああ、そっかそっか、炎技じゃなくてももう食らうんだ。ああ、それでけえな、マジででかい。ああ、いつもマサキ使ってる、ズル。マサキ使うとかズルじゃね。遊戯王カードで強欲な壺禁止カードだから、それズルじゃね、マサキ。たまたま技使わず、なんだ、技は使えないのか、たまたまは。ちょっと見させてもらうよ。催眠術、あ、エスパーあれなんだね。宿り木の種は20で自分のライフを回復するんだな。それは困る。このエネルギー引いたぞ。火の粉で倒せる。お、無双、無双ある。いや、無双あるぞ。火の粉無双ある。まだ相手のポケモン仕上がってない技とか、弱点もしつけてるし、サイドも引ける。あー、コイルか。このエネルギーが欲しい俺は。エネルギーカードを不思議台につける。技を使わない、なぜ技を使わないんだ。ガーディー、ヤドリギ2個いるわけね。あ、勝ったんじゃねこれ。これマジ来たぞ、これ始まったかもしれん。穴を掘る、なるほどなるほど。遠エネルギーをとりあえずディグダにつけとく。勝ったぞこれ。おい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 、あ、エネルギー足りない。え、あ、キノコって1個剥がすのか。やっちまった。あー、やっちまった。くっそー、自分でやったことなかったからこれやっちゃったな。倒せたのにな。くっそー、そうだった、そうだった。まあちょっとこれは一回ちょっと休みのターンとしよう。あ、この不思議種は捨てた。この不思議種につけなかった。ウィンディだとするとガーディは出しておこう。1個剥がす。無色2個エネルギーはね、2個ついてるけどね、無色2個ずつ、2個分もう剥がしちゃうのよ。うん、人影もう引っかく人になっちゃって、引っかく。炎エネルギーを剥がすのか、そうなのか。ああ、そうなんだ、何でも剥がすわけじゃないのか。またミスってんな、プレミスが目立ちます。でも引っかくでもよし、引っかくでも言うて、あ、やる気だな。回復するはずね。言うよ、これぐらいはいいだろう。雷エネルギーか。この節だね、もう倒しちゃおうかな。うん、そのエネルギーもったいないって考え方もあるはあるんだけど、剥がれちゃうから。でもちょっとこれエネルギーが2個乗ってるから、もうこれでちょっと焼き尽くします。勝てないのよ不思議種は人影に。いいよ、まさき、いいね。たまたまも確かエネルギーついてたんじゃなかった、ついてないな。はいはいはい、ポケモン切れを起こさないな。あ、催眠術使ってくる。眠りはその両方のターン始めにチェックが入って、あの表だったら起きる。あー、起きなかった。お、最悪。このエネルギーあったらな。まさき使います。ウーバー育てるって手もあるから。傷薬よし。どうせこのターンは起きないので、このエネルギーをブーバーにつけてブーバー育てます。ブーバー2個になれば無条件で30ダメージになるので、うん、一回終わろう。はい、起きた。まあでも次催眠術またされる可能性はあるけどね。でも勝てそう。やっぱ弱点つくがマジで強い。催眠中やめろ。
麻痺は1ターンで確実に治るんだよ。でもその代わりポケモンチェックがないので、次のターンは確実に麻痺なんだよね。眠りはここですぐ回復しちゃう可能性があるっていう、そこの違いがありますね。エネルギー転送きたね。よしよし、これはエネルギーをデッキから1枚もらえる。炎エネルギー、そして手札の炎エネルギーをブーバーにつける。一回チェックさせてくれ。ブーバー炎のパンチ30、無条件。逃げるは眠り状態はできないんだな。ポケモン交換はなかったか。違う、落ち着け俺は勝ってるぞ、まだ勝ってるんだ。ウィンディはこのエネルギー取らしてるんだな。無色2個、いいんじゃないか。うん、傷薬もちょっと置いとこうか。ああ眠ってるね。起きてくれないと、起きてくれないとちょっとブーバーに交換できない。ちょっとー、出たねー、こういうの。ギャロップ、雷エネルギーを引いてる。ブーバーのもう一個の技は火炎放射。このエネルギーを取らししなければ使えない。ピカチュウ電撃、ギグダドドカケ、雷エネルギーとりあえずブーバーにつけとこう。まさか起きないとはな。なんならこれやられてくれた方がもう良かったりする。進化したらね起きるんだけどね。このエネルギーもないしな。くそー、相手を楽させている今俺。次そう教わって、ちょっとそろそろ頼む、これは起きよ、これはおかしい。はい、ジムリーダーホームでやりたいっつったよね。これなんかやってんなお前、やってますねこれ。おかしいですよねこれ、明らかになんかやってますね。ユースリも別にいらないのよ。困ったなぁ、困ったなぁ。ちくしょう、今起きてもなぁ、もう5回連続ぐらいなってない。今起きても技使われるしな、たまたまに。うわ出た、あー鶴の虫、まあいいや。抵抗力あんのか。あーないんだ、ありがとう、むしろありがとう。なんか地獄の催眠ループが抜け出した。勝てるバトルだったのにさ、なんか危うくなっちゃったじゃない。起きながら押せ。不思議なね、一回不思議なねのちょっと弱点見ていい。炎だよな、じゃあ普通の攻撃で絶対やれるわけだ。傷薬、あー炎エネルギーないけど、飛び流せ使う手もあるけど、傷薬も残しておきたい気持ちはある。炎のパンチ勝てるよ、絶対勝てる。ブーバーでこれ無双いけるから、よしよしよし、いけるいける。一文字とも60多め、強いね。よしよしよし、また催眠かお前。でもエスパーエネルギーないんじゃない。よしよしよし、勝ったけど、これは勝ったね、これは俺の勝ちだね。もう無理ですね、あなたエリカさんもどき、もうあなた積んでますね。ブーバーを当てたのがでかかったね、バックで。てか初めから持ってたんだっけ。いや当てたんだよな確か。育て屋さん、あなたが自分の場のポケモンを進化させるときに2段階進化。ラフレシア、この力は自分の番に1回使える。コインを流って表なら自分の場のポケモン1匹からダメージカウント1個取り除く、1個回復できんだな。3、6、でも大丈夫、俺のサイドは残り1枚。
火炎放射で100ダメージだ。死ねえラフレシア。何もできずに終わるんだな。ふぅー、いやー素晴らしい、勝てるんですよ。クニミお前弱いぜお前弱いだろ。あらやだ、負けてしまうなんて。さすがに伝説のポケモンカードを目指してるお方ですわ。さっき始めたばっかだぞ。このグリーンメダルをあなたに差し上げましょう。ありがとうございます。やったー、嬉しい、勝てるもんだな。こちらも受け取ってください。おお、第4弾だって。毎回違うカードもらえて嬉しいな。ニョロもいらない。メンテナンス、何ですかそれ。手札からカード2枚選び、山札に戻して1枚引いて。弱い。ドードリオ使った記憶ないもんな。モタドガス、コイル、俺の持ってるコイルと違う。このゲームボーイのあれだな、ゲームボーイ版にしかないコイルってことだな。引き荒らし、コンパン、ヤドン、このヤドンかわいい。ユアーク、リサイクル、表ならトラッシュのカード1枚、山札の一番上か。あんまだな。このプリンもかわいい。鬼スズメどうだ。一目と50でつつく、悪くはないな。うん、もう一個、よし、ミュウツー来い、当たり来い。沢村いいんじゃない。格闘、伸びるキック、機械ポケモン1匹に選び20ダメージ。まあ、ディグだとか使うときに沢村もありな気がする。一目も60だもんな。もう一個ベロリンが欲しいまであるな。ミドリル、マタドガス、コイル、ニョロモ、リサイクル、ギャンブラー。手札をすべて山札に戻し、山札を切る。コイン舐めて表なら8枚、裏なら1枚。いい、難しい。大木田博士の方が強い。2個か。なんかもうちょっとさ、悔しいとか言ってくれなきゃ困んのよ。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。やっぱポケモンカード GP やっぱ面白いですよね、これ。ぜひ皆さんもこれ、どこでもセーブして、やってほしい。だってもうスイッチオンラインに入ってたらこれね、無料でできますからね。いや、どんどんね、出てくんの、すげえ楽しいんだよ。ポケモンカード GB2 のね、なんかロケット弾的なやつをやったことなかったりするんだけど、いつかそれ増えてほしいな。普通にやってみたいんだよな。いや、楽しいよね、スイッチマジで。いろんなゲームがさ、バーチャルコンソールみたいなのはないけど、こうやって増やしてくれるし、何増えるかとかね、突然増えたりもあるからね、すごい楽しいですね、マジで。はい、ということでご視聴ありがとうございました。ポケモンカードやってる人はいっぱいいると思いますが、ポケモンカード GB というね、古のこのゲームをやってみてはいかがでしょうか。超面白いんでね。はい、お疲れ様でした。やはりレトロゲームはたまにやると本当に楽しい。